はいどうも皆さんこんにちは脳科学教育コンサルタントのクロースです。今回お話をする内容は良い友達と有害な友達の脳科学についてです。えー、実際その日本語版だったらも見たことあるという方はもしかしたらちらほらいるんじゃないかなと思うんですよ。調べると出てきます。有害な友達、良い友達っていう風うにまあ画像が出ているんですよねで。もちろん日本語で説明されています。あえてここで英語を使っているのはなぜかというと、あの もうちょっとちょっとだけ難しい、ちょっとだけ認知的な負荷を高めるぐらいが、むしろその,あの記憶の定着率につながるんですよね。要は認知的な負荷を与えることで、むしろ、えー、とその発想力や連想記憶が活性化されたり、記憶の定着率が高まったり、脳の機能が高まるっていうことは分かってるんで、あえて英語でここは行きましょう。とはいえ、ちゃんと日本語で説明するんでね、私は。ではいきますね。あの まずじゃあ、good friends, toxic friends. Good friends うのは良い友達のことですよね。They celebrate your success. あなたの成功を祝う。つまり、自分の成功はみんなの成功というか、もしくは自分のことのように喜びるということですね。で、一方で、こっち、they get jealous.、まあ、あなたのその成功をとても。 えー、ジェラシーにはもうとても妬む、そねむ、ひがむ、く、え、そ、ー、みたいな感じの思うわけですよ。これって企業文化でいうところの、まあ、イエローとかアンバーですよね、オレンジ、つまり競争社会ですよね。ゴールの制定に関してもやっぱり競争することは,はほとんどその意味がない。比較を入ると 比較を入れるともううまくいかないっていうようなことは説明していますが、比較から生まれるそのゴールや、えー、自己評価っていうのは長持ちしません。非常に脆いです。うまくいきません。なので、えー、もし自分の成功をこう妬むような人がいた場合はもう切っちゃおう。切っちゃいましょう。ドリームキラーになりますからね、あなたの。はい、では次。Good friends. えっと、えっ、ー、と。 あなたの一人の時間というのをちゃんと大切にする。で、逆にこっちはもう、もうかまってかまって、常に私と一緒にいて、常に俺のために時間使ってくれ、もっと俺にかまってくれっていう人はもうダメですよね。非常にその寂しがり屋で、あの分かりやすく言うと、モラハラ夫気質か、あるいはその、まあ、病気の名前で言うと、境界性パーソナリティ障害、あるいはじ自己愛性パーソナリティ障害。 に近いんですよね非常にかまってほしいかまってくんなきゃ、えー、リストカットするとか自殺するとか死ぬぞとかあるいは逆にその暴力で訴えるというようなことをする傾向にあるタイプなんですよ実は、えー、これもちろん度合いがあってそのじゃあ必ずしも暴力振るのかっていうとそうじゃないんですけど行き過ぎるとそういうところまで行くよっていうことです で次、Don ドン、o ッド r レンズ、ユニットグレイト、a ィア・カリまあとてもあなたのことを、えー、心配してくれるし、そして共感も示してくれる。で逆にこっちはいちいちあなたのことをけなしてくる。まああんた最悪やなと。 あんたもう今日ダメだね。ダメダメ、あかンあかンと。なんでもかんでもそのダメだと言ってくる。いちいちけなしてくる。おそらく親からもそのように言われて育ったのかもしれませんよね。親からも十分にその褒められるようなことがなかった。今までずっとけなされっぱなしだった。で、そのが口癖のように映っちゃって、自分も、その人も結局友達にそんなこと言っちゃうっていうようなことですけど、もうかかんないのが一番です、そういう人とは。ドリーム嫌いになるんでね。いいことはありません。次。 Friends. You you. まあ、えー、あなたのことを、良い友達というのはあなたのことをちゃんと尊敬もしていますし、そして、その、信頼、親友、友達としてのその価値を、非常に高い価値であるというふうに見出してくれている。とてもいい友達だとして、えー、向こうもちゃんと、まあ、気にかけてくれる、なんて言ってんですかね、尊敬してくれているということですよね。で、逆に、その、 トークセックフレンズにすぐ切れる。何でもかんでも文句足りる。すぐ切れてあなたに文句言ってくる。まあ、ややこしいですよね、こんなやつ。もうさっさと縁切りましょう。ね。何が面白いねんって話じゃないですか。いちいち何でもかんでもすぐ切れて,切れてくるようなやつなんか。ダメですよね、そんな。で、次。えー、っと、で、良い友達っていうのは意見交換をができる。で、そうじゃないトークセックフレンズっていうのはもう 常に勝ちたい、議論で勝ちたい、論破したがる、えー、ということですよね。で、これ、私の過去の動画でも解説してるんですけど、むしろ論破された方が成長してるんですよ。論破されたっていうことは、新しい価値観やより正しい情報を得たっていうことで、自分は成長してるんですけど、論破した側っていうのは、現状維持ですからね、結局のところ。現状維持,維持するのと、 現状維持に喜ぶような人と、そして意見交換をして、新しい価値観を知って、そしてより深いその世界観を手に入れることと、どっちの方がええねんって話じゃないですか。どっちの方が賢いねんって話じゃないですか。なので、その論破したがるようなやつ、えー、とはもう、くまん方がいいよねっていうようです。何がおもろいねんって話ですよ。で、次。えっ、ー、と、まあ、ちゃんと友達にあなたを信頼してくれているけれどあー、そうじゃない友達は、 えー、いちいち疑ってかかる。ほん、まかいな、お前そ嘘ちゃうのといちいち何でもかんでもこう、疑ってくるっていうのはめ面倒くさいですよね。えー、あじゃあえほんなもう言わんとくよな、もうってなっちゃいますよね。で、次えー、友達、本当に良い友達っていうのは、今日どうだったなんか楽しいことあったと聞いてくれる。そしてあなたに電話するのは、もうあなたの声が聞きたかったなとか、最近どうしてんのきちょっと気に,気になったんよねという感じですよね。でも、悪い友達っていうのは、 あ悪いちょっとあの、迎えに来てくれへん。ちょっと変なところ来てんけど、久しぶりやな。えー、2ヶ月ぶりやな。とりあえず、車持ってるよ、来てとかって言うてくる。あるいは、あのー、ワムウェイかなんかだと言わずに、まず、その、勧誘してくる人とかですよね。うんふん、数年ぶりの友達から連絡して会ってみたら勧 <laughs> 誘だったみたいな。もう最悪ですよね。<laughs> おいで。 次、えー、あなたあなたのありのままの姿を受け入れてくれるのが良い友達。で逆に、お前絶対こうした方がええで、あした方がええで、お前こっちの方が絶対やって、こっちの方が絶対正解し。とかっていう風にいちいち口挟んで、あなたを変えようとする人、自分の色に染めてこようとする人っていうのはもうやめといた方がいいですよね。 あのまだその許せる範囲っていうのが大好きな人に振り向いてほしくてその大好きな人の,あの気に入っている髪型にしてみたとかだったらまだいいんですよ相手,を相手に好かれたくて相手の好きな髪型にしてあげてるわけですよねただもしそれがお前この髪型にしろお前この服を着ろお前あれこれしろこれしろと束縛というかもうほ何でもかんでも自分本位に押し付けてくる人がいたら切っちゃいましょうそんなやつ。 何がおもろいねんと。もう自分の不幸せを <laughs> 助長するしかない。助長しかしてこないような人ですよね。自分を犠牲にしてまで相手に合わせるのって何が面白いのってことですよね。で、次。えー、っと。ー they, they, they ーああ、そっか。友達が、えー、いるということを分かってくれる、うん。とにかくこっちから説明しますねあの。もしあなたに他の友達がいたら嫌がるんですよ。 まあ要は、独占欲強いわけですよね。独占欲が強くて、なんでもまあ他の友達とも遊ぶんだよみたいなこと言うんですけど、いや知る顔、こっちの勝手やろうって話ですよね。あの実は、トクセックフレンズ、つまり有害な友達のほとんどの、まあ、いくつかの特徴の多くが、まあ、多くが自己愛性人格障害、モラハラ夫とかパワハラ系の人とかなり共通しているんですよね。で要は、その脳機能障害なんですよ、発揮し言っちゃうと。 おそらく即答与と前投与の異常を抱えている可能性が高いよねっていうことになっちゃいますであの、でも意識するやこういうのって変えられるんですよ。独占欲強かったり、寂しがり屋で、何でもかんでもかまって欲しがって、それでその暴力とか、あるいはそのき,びきつい言葉を使ってコントロールしようとする、自分に振り向かせようとするっていうようなことをしないように意識すればいいんですよ。してるなと思ったら、それはもう良くないんで、もうやめてください。 やめようその友達失いますよ。孤立しますよ。てかもう多分とっくに孤立してるはずです、そういう人っていうのは。なかなか長続きしないんですよ。長続きするとしても、あのおそらく似た者同士になるんだろうなっていう感じですよね。はい、で次、えー、多分最後かな。 えー、あちゃんとその2人の,のひ内緒話、秘密はちゃんと守る。で、逆にそのベラベラ喋る。ラジオだということですよね。Toxic Friends っていうのはラジオであると。まあ、ラジオめんどくさいですよね。えー、そんな人は縁切ればいいっていう話ですよね。っていうことですね。えー、他に何か質問があったら、えー、コメントしてくれたらというふうに思います。